ダーウィン賞は、進化論者であるチャールズ・ダーウィンにちなんで名付けられた、皮肉の名誉であり、愚かな行為により死亡する、もしくは、生殖能力をなくすことによって、自らの劣った遺伝子を抹消し、人類の進化に貢献した人物に贈られる賞である。なお、優れた業績を挙げた、生物学者に授与される、ダーウィンメダルとは全く関係がない。ダーウィン賞のウェブサイトの管理者及び、 関連書籍の著者である、ウェンディ・ノースカット・ダーウィン賞は、都市伝説が広く知られるようになった1985年に、電子メールやニュースグループの議題として作られた。ユスネットの2つの話題、1985年8月7日、ベンディングマシンピッポバー、及び1990年12月7日のジャトロケットカーは、早い時期から紹介されていた。 ジャトロケットカーの話題は1995年から1997年の間、電子メールにより紹介されていた。また1991年から毎年、1999年ダーウィン賞、などといった題名のメールリストが匿名で作成されている。ダーウィン賞を記録したウェブサイトもいくつか存在する。よく知られているのは、ダーウィン賞に関する本の著者である。 ウェンディ・ノースカットが管理しているサイトである。男性と女性のダーウィン賞受賞者。h 0 1 0 0は男性と女性が同じように馬鹿げているという義務仮説のもとで期待される割合を示す。ノースカットはダーウィン賞の受賞には5つの条件があるとしている。子孫を残さないこと、事故が原因で死亡したかまたは生殖能力を失ったものであること。ただし、 その前に子孫を残していた場合は受賞の対象にはならない。この章の意義は愚かな遺伝子を後世に伝えないことで人類の進化に貢献したものを称えることにある。したがって事故発生時にすでに子孫を残していたり、事故発生時に高齢等によってすでに生殖能力が失われていた場合は受賞の対象とはならない。生殖能力を失ったことを確認するためには、 ダーウィンの著書に記述されている無人島テストが適用される。これは生殖可能内性とともに無人島に漂着したとして子孫を残せるかにより生殖能力を判断するものであり残せない状態になっていれば合格となる。テストの性質上試験管内での受精や人工受精、クローン技術による生殖の作成の余地は残されていることになる。 実際の受賞者は、事故で死亡したか事故で正規が、使用不能になったかのいずれかである場合がほとんどである。なお、これらの規定はしばしば議論の対象となっている。優れていること、驚くべき、愚行候補者の愚かさはユニークかつ、センセーショナルでなければならない。ネタ箱などのよくある愚行については、ダーウィン賞の対象にはならない。ただし、病院で喫煙を禁止されたにもかかわらず、 喫煙を続けたことにより亡くなった人は受傷の対象となる。素晴らしい功績、例えばニトログリセリン錠剤を飲み込み壁に突っ込み爆発することによって死亡した場合はこの条件に当てはまる。しかしダーウィン賞を得ようとして驚くべき苦行を行った場合は受傷の対象にはならない。自ら自然淘汰を行うこと、自らが死の原因手榴弾により 友人を殺害すること自体は受傷の対象にならない。しかし、手榴弾から煙突クリーナーを作ろうとして自ら死を招いてしまった場合は受傷の対象となる。責任を持つ団体が直接関わることを除き、他人を殺害すること、または他人の性機能を奪ってしまうことは受傷の対象とはならない。また、自分自身が 死の原因になる必要があるとは言っても自殺志願者は受傷の対象外であり受傷者自身がその行為により自分が死ぬ可能性があることを全く考えていないことが前提となる。例えば自殺するためにわざと自分の乗っている車に放火してもダーウィン賞は受傷できないが自動車泥棒が盗んだ車を処分しようと車内から放火したものの ドアハンドルが壊れていて脱出できなかったというケースなら受賞の対象となる。正常であること、明確な判断が可能対象者は、精神疾患を持たず、犯罪者である場合は事故を過ぎていなければならない。真実であること、事実であることを証明されなければならない、受賞の対象になった話は、信頼できる情報元に記録されていなければならない。 真実でないことが判明した場合は、受賞資格は与えられない。しかし、とても面白い話であった場合は、都市伝説の欄に記録される。受賞事例と辞典の事例のみ記載。記載のない年度は、ノミネート事例のみで受賞なし。うさんくさい事件が多いが、監視カメラや目撃者の証言などから、すべてが事実と認定されている。しかし、2015年度は、嘘ニュースを、 ダーウィン賞に選んでしまった。ダーウィン賞の受賞要項は、愚かな行為により死亡する、もしくは、生殖能力をなくすことによって、自らの劣った遺伝子を抹消し、人類の進化に貢献した人に贈られる賞として、規定されているが、賞の根拠である、愚かな行為の原因となりうる遺伝子は確認されておらず、したがって遺伝的継承の実在も未証明であることから、メディア等で、 ダーウィン賞が取り上げられる際に進化論に関する御用の一例として紹介されることがある。また、ダーウィン賞がブラックジョークの一種であることを踏まえた上で、有性学や社会ダーウィニズムと賞の内容の近似性を指摘する意見もある。2020年に受賞した日本人男性の事例では、ダーウィン賞公式サイトでの事件の紹介が実態と、 乖離したミスリードとなっていたことが指摘されており、賞の信頼性を疑問視する意見もある。ありがとうございます。